こんにちは。今回は龍神王10連、青銅騎士20連、身長20連の合計50連引きます。まず最初に龍神王10連行きます。残念ながら龍神王は虹なしでした。続いて青銅騎士20連に行きます。青銀騎士の鎧下出ました。これは持ってないので良しとします。斧も出ました。ラストは身長20連です。そのうち10連は優勝ジェムです。最後の優勝10連に行きます。ボルケーノウィップでした。ということで、今回はここまで。過去のピックアップしか出なかったのは残念でしたが、次回もめげずにガチャを回そうと思います。これからもドラクエウォークのガチャ動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。